番組はイーストウエストジャパンの提供でお送りします。ミスターワトソンはパソコン通信でスタジオとネットワーカーがクロスコミュニケーションしていく番組です。今週はダジャレしりとり、ダジャレになっている短文をつなげてスタジオとネットワーカーが交互にしりとりをしていきます。昨日の最後のダジャレは誰もいない海サッタランチュラー、今日はだから始まります。ライド心に火をつけてこれはいいな、なんか替え歌を歌合戦になってますね。ラスラミパスラミパスルルルルル大芝そんなに面白いか。受けるねこの手が受けるねなんかあの僕らに広川太一郎さんとかゲストに呼ぶのがいいですね全部朗読してくれますよライブ見てんだラブ見てんだラミパスラミパスルルルル大芝なんつってんだあ止まったね、止まりましたね。なんか俺しょっぱなのないお題心に火を続けてですか妙に耳から離れないんですが、じゃあそれ行きましょうか。それで行きます、はい、スタジオ受けはダミパスダミパスルル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 ルババンババンバンバン、うん、これハビハヒバゴンゴンってこれそうなんだけどこれだからさものすごく負けやすい歌なんだよこれしりとりがハビバノンノンのハビバノンノンで、うん、でもそれあの風呂入れようとか入れれば大丈夫宿題やったかとかそういうの入れれば大丈夫そうか、うん、生け取ったかっていうのはどうですかハハ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 舞踏会カット危ねえなこれあカステラ一番電話には三時のやつは分せんべいはい、はい、ちょっと危なげですねでも大丈夫ですよ普通の人名ですから別に、ねうん、だからなんだっつってわけじゃないですから ねただ俺をおやつにするか橋本にかって怒るかもしれない橋本にかねからマンボウ字が違うだけさてさて、ね、こんなもんですかこの中から大高さんどうですか私はあのその加藤さんの人加藤さんのこの落語協会にあのちょっと補充してるカリ型落語協会を推薦したいなじゃあ採用しましょうですね。カリ型落語協会大揉めに揉めて2の五郎会長これをな何からでしたっけ協会いいのいいですよねいいですねいいインポインポの白ウサギ俺好きだなでも意しか合ってないんだけどインランドンスの帯解きながらちょっと古い、いやいいよって言われても全然いいんですよみんなどれもどれもいやどれも言ってますよこれでいきますかいきますかラですけどいいですかまたラでごめんなさい、謝っとけば大丈夫でしょまたラでごめんなさいとどうぞどうぞって言われても困るねやっぱりまたまたごめんなさいって言ってんじゃないライブユンピョこれちょっといいな今間が良かったですね出てくるライブユンピョライオンのザスカ時代だからシャレじゃないっていうのかな俺なんかこんなじゃライブユンピョがライブユンピョ言っちゃいますよ、ラストオンじゃあライブユンピョにしましょうかおそうですねこの中で楽あれば9割じゃあライブユンピョの
うでいきますか、うん、またうか、またうです。じゃあ私はあの角田二郎先生に敬意をして、うん、後ろの百太郎で後ろで白太郎ってのはどうしようかな。後ろで白太郎、嫌だね後ろで働いてもね。見てるとこで吐いてもらってね、せめて吐いたものがエクトプラズムになる。そんな話はどうでもいい。う裏の耳に現物、あ、幻滅、裏の耳に幻滅、裏にミミさんって人が住んでて、ものすごい凝ってるね。その人そこが悪くて幻滅しちゃったなっていう。説明がいるやつやめようよ。裏の耳に幻滅。後ろの白太郎でいきましょうか。後ろの白太郎だね。後ろでだよ。後ろで。後ろで白太郎。ものすごい不安な条件だ。後ろで白五郎でもいいんですけど。わかんない、後ろで吐くかもしれないが後ろいのだこれは。ちょっと検査入っちゃう。であの飼ってる犬がゲロっていう。ゲロゲロ。